インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日もですね、昨日に引き続きまして、キャッシュレス決済セミナーでお話していることのですね、一部をですね、紹介したいと思うんですが、昨日のですね、ちょっと復習から入りましょうか。こちらをご覧いただきたいと思います。はい、QR コード決済には3種類あるんだということで、誰がコードを読むのかということと、誰が金額を打つのかというこの2つの視点で見た場合に、顧客のコードを店舗が読み取る場合と、そして金額を店舗が入力するっていう場合が一番左で、真ん中が店舗のコードを顧客さんが読んで、金額を店舗が入力するっていうものと、そして一番右の店舗のコードはお客さんが読み取るんだけど、金額もお客さんが入力するというのが一番右側で、一番右に行けば行くほど、導入コストが安くなって、左に行けば行くほど高くなるということについてまでお話しました。昨日紹介したスライドから若干改良してますので、こちらの方が分かりやすいかと思いますので、こちらの方でね、見ていただきたいと思うんですけど、で今日はですね、そもそも、この QR コード決済っていうのは、まあ、中国ですごく流行っているということで、なんで中国で流行ったかっていうことについてね、まずお話ししていきたいと思うんですけど、では、こちらの図を紹介して解説していきたいと思います。ご覧ください。はい。個人情報が回るクレジットカードと、店舗情報が回る QR コード決済っていうふうに書いています。中国の方ではですね、クレジットカードで払うっていうよりは、QR コード決済で流行るっていう方が一般的になってるんですけど、なぜではそうなったかっていうことをちょっと考えてみたいと思いますね。例えばですね、クレジットカードで払う場合のことを想定していただきたいんですね。よく、店頭に持ってって、カードでお願いしますとかって言ってないから、こうカードを出すと、店員さんがカードを受け取ってですね、そのカードを持って、なんか、店の裏の方まで持っていてですね、決済するとことかありますよね。もしくは、レジのとこではなくて、テーブル席で会計をするっていうお店ね、テーブルごとで会計するってお店の場合、カードお願いしますというと、この、なんていうんですか、トレーにカードをこう置いたりとか、もしくは、なんかこうパタンとこういうふうにしてですね、カードを挟んだりとかして、じゃあちょっとお借りしますとかって言って、カードを持って、レジの方とかに行ったりすることをね、皆さんも経験されたことあると思うんですけど、これって危険ですよね。自分のクレジットカードの情報っていうのを、お店の人にですね、お店の人に渡してるわけなんですけど、それをデジタルで渡してるんじゃなくて、アナログで渡してるわけなので、当然それをやっている方、店員さんっていうのは、アルバイトの人もいるかもしれない。まあ、アルバイトがダメだということを言ってるんではなくて、そのリテラシー的に、もしくは、お店へのね、中制度っていうんですかね、そういう教育ももしかしたら足りないかもしれない人たちが受け取って、まあ、それこそ最近問題になっている、バカッターのようなね、SNS トークするみたいな人たちが、まあ、いるのも事実なので、まあ、そういう人たちが、このカードを受け取った状態で裏持っていたりするときに、ここに書かれているですね、情報をなんかメモしたら、写メ取ったら、アウトですよね。そうすると、皆さんのカード情報っていうのは分かってしまうので、その人が、アルバイトの人が何かネットで物を買ったりとかすることができちゃいますよね。これ防ぎようないじゃないですか。だから、自分のカードをですね、渡すっていうのは危険なわけですよ。だったら、店頭なら OK か。店頭で、レジがあるとこでカードを渡したら、なんかね、こういう機械があって、こういう機械のところにですね、入って渡したら、なんか、このね、なんかわかんないけど、こういうとこにこうカードをこう挿してですね。で、ここに暗証番号入力してくださいとかって言って暗証番号入力するのありますね。でも、そのカードを読み取る機械っていうものが本物かどうかって実はわからないわけですよ。この機械がなんかパナソニックとかで書いてるから大丈夫かなと思うかもしれないけど、パナソニックっていうのはシールで貼ってるかもしれないですね。本物かどうかわからないわけですね。そうすると、結局、これ本当にパナソニックなの？シール貼ったんじゃないの？とかって言って、裏ひっくり返してですね、本当大丈夫？とかっていうのを店頭でやるかっていうと、店頭でできないですよね。だからお客さん側が、その自分のクレジットカードの情報を
デジタルで渡す場合も、アナログで渡す場合も、心配な雰囲気があるのが中国なんですね。もちろん、中国の人がみんなそうということを言ってるんではなくて、そのようなことが考えられるイメージがあるので、だから、クレジットカードを渡すっていうのは怖いんですね。じゃあ、なぜか、これ、グラ図で見てるとよくわかるんですね。お客さんが青い方ですね。お客さんがクレジットカードを店舗に渡す。カード情報を渡さないと決済できないから、カード情報を店舗に渡すと、ここでデジタルなのかアナログなのか置いといて、この情報の顧客のカード番号と有効期限っていうものが決済業者に行く。昔はね、ガッシャンってやつありましたからね。あれなんてアナログで店舗にもデータ残るわけなんで、まあ、あれよりはまだいいですけど、ここに決済業者に行くと。そしたら、カード番号と有効期限などから、そのカードが使えるかどうかっていう判断が、認証があって、使えるよってことになったら、そうするとですね、その情報が、そのカードが登録されている銀行口座などと連動しているので、そこに行ってですね、お客さんの口座から、その金額を、引き落としをして、決済業者がそれをですね、店舗が登録している銀行口座か何かに振り込みするっていうのが一般的だと思うんですね。なので、この青い線、こう行って、こう行って、こう行って、戻ってきて、こう行って、終わりという流れが今までだったと思うんですね。つまり、自分の、個人情報っていうもの、クレジットカードの情報っていうのが、そのお店側を通っていくから心配なわけですよ。だからカードを使う人が日本で少ないのも、クレジットカードを持つのが心配なのも、カードに書かれている情報で決済ができてしまうってことが怖いからなんですよね。カードを落としたらどうしようって思ってしまうのも同じことです。カード情報で決済ができるってことが分かってるから怖いわけですね。では、今度右側の方の、赤の方ですね、を紹介していきたいと思うんですけど、QR コード決済っていうのはどういうものかということで紹介しますと、例えばですね、PayPay さんに代表されるものからちょっと説明しますね。はい、こういう機械が、こういう紙があってですね、こういう紙を店頭に置いてあったら、これをですね、携帯でこう読み取ったら、そうすると、それで決済ができるっていうのが QR コード決済ですよね。これ、じゃあこれはこの時にどういう動きをしてるか説明しますと、はい、まずは店舗側が、お客さんが提示した QR コード決済、っていうものをですね、店舗にある情報を読み取るので、情報としては店舗の情報がお客さんの方に行くわけですね。この時に流れている情報っていうのは、QR コード決済には店の情報がお客さんに流れている。つまり、実際にお客さんが受け取った情報っていうのは、店舗の ID と決済金額なんですね。つまり、ここの2の部分が店舗の ID と決済金額なのか、顧客のカード番号有効期限なのか、ここが大きい違いがあるわけですよ。だから、お客さんにとって自分の個人情報を渡したわけでもないし、読み取っただけだから、読み取っただけで相手に行かないから、ね、来るだけだから。だから、その、店舗の ID っていうものが分かって、この店舗の ID で決済金額を通したものを決済業者に渡すわけですね。当然、決済業者は、店舗の ID だけでは決済できないから、お客さんのね、ID も一緒に渡してるわけだけど、でもこれは自分のスマートフォンで渡してるわけですよ。だから、お客さんの、こっち側のね、店舗側の方だったら心配なんだけど、自分の個人情報渡るが心配なんだけど、こっち側の場合は自分の、携帯で行ってるので、自分の携帯に変な、なんか、スパムのね、アプリが入ってないとか、っていう状態であれば、例えばスマホにちゃんとパスワードをかけているとか、そういう状態になっていれば、安心なので、決済業者のところにですね、その情報が行きます。決済業者はその情報を受け取って、同じようですね、銀行口座に行って紐付けをして、で、それが銀行口座に振り込まれるっていう仕組みになっています。なので、実際にはこう、ちょっと後で足しておきますけど、店舗の ID と決済金額だけでは決済できないから、当然顧客の ID っていうのも、これセットになってね、いってるわけですよね。これが QR コード決済というものです。つまり、お店側に、お店の人に自分の顧客の個人情報が渡ってないで決済ができてるわけですね。
だから安心なわけです。つまり中国においてはこのような形が流行った、普及したっていう背景の中に、その、治安が不安定だとか、例えばその信用信頼の問題がある。逆に言えば日本においては、信用信頼があってみんないい人で平和ボケしていて安心だからこそカードが流行っているとも言えるわけですね。だから日本で QR コード決済を入らせる必要点実はなくて、別に今まで通りカードで払ったりとかして問題ないわけですよ。わざわざ、QR コード決済の方がカードで払うより手間が多いのに使う必要はないわけです。で、そんなこと言ってしまったら QR コード決済っていうのは普及しないので、だから今一生懸命 QR コード決済の会社がキャンペーンをつけて、もしくはキャッシュバックするよっていうことで使ってくださいということを言ってるわけです。という流れなんですね。じゃあ今度店舗側にとってどうかって考えたら、店舗側にとっても実はメリットありますよね。つまりお客さんの個人情報、クレジットカードの情報とか有効期限っていうのを扱わなくていいっていうことになるわけですね。例えば昔であればこのガッシャンという時代なんかはまさに、カード情報っていうのを店舗が預かることがある。もしくは、アルバイトの子に、を使っている人の場合、アルバイトの人がカードをね、取り扱うことがあったら、アルバイトの子がもしそのね、カード情報っていうものをメモすることがあったら、それはお店の責任になりますよね。だからそういうことが、QR コード決済が起きないですよね。それがメリットですよね。だと思うんですね。で、この QR コード決済の場合は、さっきお話したように、3つあるわけですね。昨日詳しく話します。3つあります。で、今は、一番右側のパターンのを紹介しましたが、今度真ん中の分のもので紹介していきたいと思うんですけど、はい、真ん中の分の場合も同様ですね。はい、ちなみにこちらにありますような、まあ、LINE 社が出しているようなもので、ちょっと紹介しますと、ちょっと電源入れますね。で、こちらの場合は、最初はここのとこにスマホでお支払いできますしか書いてないんだけど、ここにこう金額をね、500円とかって入力して、で、ここの OK を押すと、ここのとこに QR コードが表示されるっていうものになっています。なので、ここのとこでスマートフォンで読み取ると決済ができるっていうものなんだけど、昨日話したように、金額を入力するんではなくて、入力するんではなくてですね、読むだけってやつですね。で、これもね、同様ですよね。店舗側が提示した QR コードを読み取ることによって、金額が入った情報、ね、金額、決済金額を打つか、自動か置いといて、この情報が行ってやるというだけだから、全く同じですよね。じゃあ今度、3つ目のものですね。一番左のものを紹介したいと思うんですけど、じゃあこれ、皆さんの携帯の方で QR コードを表示する。これね、コンビニさんでよくあるやつ。コンビニで PayPay とかで払う場合は、コンビニに置いてある QR コード皆さんが読むんではなくて、皆さんが QR コードをスマホで提示したものを、こういう機械ね、こういう機械で、ここでこういうふうに、店員さんがピーって読み取るやつですね。という方式。これも、実は、ここの中には、皆さんの、個人のね、情報が入ってるわけだけど、それを読み取るものって、これデジタルですよね。で、これがもしかしたら、個人の情報を抜き取る機械かもしれないんだけど、だけど読み取っている情報っていうのは、自分の、クレジット番号を読み取ってるんじゃなくて、ここで話をしています、決済業者の指定した ID を抜き取ってるだけだから、それを持ったところで何もないわけです。つまり決済業者側で、この銀行口座の紐付けの部分のデータを持っているので、店舗側はデータを受け取ることができないわけです。なので、安心なわけですね。だから、QR コード決済っていうのはいろいろね、3種類ありますけど、どの手段を使ったとしても、店舗側が、お客さんの決済情報、まあ、よく言えば銀行口座とか、まあ、銀行口座は分かっても損はしないけど、カード情報っていうのが分からないっていうことがメリットじゃないかなと思います。はい。ちょっとまとめますけど、まあ気をつけなきゃいけない点っていうのは、そのカード情報っていうのを店舗が扱うことの、リスクっていうのは、従業員の方とかアルバイトの方が
それを悪用する可能性があると。その可能性をゼロにするっていうことが、QR コード決済のメリットとも言えますね。インスパイアの蓋でした。ありがとうございました。